てきましたね。この橋を渡ってすぐ右折ですね。右折間に合いませんでしたね。あ、出るか。右折間に合いましたね。古そうなバッティングセンターですね。駐車場はここから奥へ入っていく。なかなか古いですね。俺の食堂、バッティングセンター、どっちでもいいんだね。反応しなかった。あれ現代の現代の。あれ何？なんかやらなきゃダメなんだよ。そうなの。でも中入ってるのに。一回ね上の列に立って入った。あ？あ行ってた。直で入らないとダメなんだ。多分。一回上に立って入ったんだ。あ入ったと思ったんだけど。
わっただって弾いたんだよ、あれは外で。ああ、僕の。まだ9時。もっと7時か。意外と。もっと早いね。うん。まあ、80から90です。へぇ。でも、早い頃ってやっぱ100。100ぐらい。いやでも草野球だとこんな感じだけど、出ないかもしれない。草野球こんな感じ。もうおじさんこんな感じ。今100だと早いよね結構。結構25球ってあるもんね。途中で疲れちゃう。限界が20球だよ。20球。ああ、一緒に。疲れるよね。あれ、ベンチャーすると疲れる。ほら、構えて、構えて。ああ、いい当たりだね。意外と当たり。終わりだな。終わったね。プロダムもやる ?90 ってなんだった。でも100は。その間が欲しいけど90ぐらいかな。もう潰れてたよ。潰れてた。おー、空振ったら豪快に。低い？全然速い。全然速い。うん。高い。高い。でも振り結構鋭い。80キロだよ。振り鋭い。お、いい当たりするじゃん。あれマイバット。マイバット。すごいね。それマイバット。なんだ、当たんないの？お。お。やっぱり。やでしっかり見ないと。お、いいじゃん。お、いいじゃん。昨日バット持ってたんで、お前、バッティングセンターって折れちゃった。ああ、昨日バット持ってないね。あ、おー、すごいじゃん。へぇ、チームのバット借りてきた。あ、そうなの。どうすっつったの。低くした。もっと前に行けば前に前って言ってたちぎゅうつ。あ、俺どうしたの。ちょっと違うとこ出ちゃうかな。すごいじゃん、ホルト。うん。ホームラン。おお、あ、いいじゃん。絶対ファールだもん、あれ。あれな。あ、あの角だな。真正面のファールで。おお、野球少年って感じがするな。
おお。お、いいぞ。あ、終わった。通ってはいる。うん。あ、終わった。ね。すごいなぁ。さすがだなぁ。すごいすごい。結構早いね、90って。すごく早く感じる。早く感じる。僕が入れるところが間違えたの。あ、そう。何キロ今打ってるのは110キロ。あ、そうだよ。ちょっと早いなと思ったんだ。そうだよね。うん。
おお、すげえな。そうだ、早いもんな。90日早いよなと思って。ちょっと書く。終わった。110だった。だから早いんだよ。早い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 と思ったよ。いや、最初だからちょっとゆっくりで慣れたいなと思ってた。いきなり早くてさ。早かった。ちょっとびっくりした。あ、110の方に入れたらダメなんだよ。こっち側から出るんかなと思って待ってたの、左から。そしてこっちから出てくるから、あっちが出ないのか。いいですよ。あの、邪魔ですよね。いないから。ああ、まあまあ。これ、まあ、あっち入ったら。うん。ありがたいけどね、人来たら悪いから。あれ、どうした？うん。すごいね。高いな、今の。高い。大根切りだな。
終わったな。あ、いいよ。惜しいな。はい、狙ってください。肩回して。おー、いった。どんどん投げんだよ、ボール出てくるから。どうしよう。ほら、引き当たって、3番当たって。意外と難しいんだよ。バウンド踏んで、まあ1枚空いたからもう狙って狙って、5番、5番。おお、狙ってビシッと5番。フレーム、フレーム一応点滅してんだな、あそこ。あそこでビンゴになるのか。あ、そういう意味か。そうだね、横をやれば、5番当たればビンゴなので、キュート。あ、ビンゴで何？これ何球？12球。12球以上か。はい、はい。今何球だろ
いや、まあ、あそこに出るじゃん。上、もうこれ最後だよ、最後。上に出るんだ。あ、うわー。これと、最近。ゲームセット。ゲームセットだって。ゲームセットって。あれ、もうちょっと。なんか唇に肌散ったよ、もう。もうちょっと、ほん、当たり当てたいな。当たってやった。出るんだね。届く？大丈夫。やるよ、ね。やるの。こっち狙ってるの。あそこのさ、丸いところに上に青いところに玉数出てくる。一の上、二の上。あれ残りの玉数ぐらい。そうそう。あ、やってごらん。意外と当たんないだろう。いや、届くの難しいよね。よく。あれ野球より遠い。いや、野球より近いんじゃないかな。この少年やつ。少年より記録でしょ。おばかも一回食べる。一回やってみようか。いや、アプリやってみよう。やってみたら。ね。パパ出てたよ。出ないよ。パパとパパと一緒にやろうか。前から見える。おお。今当てた。どんどん。センスあるんじゃない？才能あるだろ。おお。やばい、あと1球で抜かされるの。1球で抜かされてしまう。あ、やばい。あ、やるね。やるな。やばい、抜かされた。やばい、これ。並んだよ。もともに負けたら何言われるか分かんない。死ねとか言うね。そんなこと言われるの。ほら、あそこ狙い狙い。届くな。あ、でも惜しい。2番、いいとこ狙ってるの。ほら、狙い狙い、どんどん。難しいね。あ、でも惜しいな。あら、コロッケ、やばいんだよ。まだ大丈夫だ。うわー、あと1球当てられたら何言われるか分かんない。自分の方が多いと。もうね、集中力切れちゃう。ほら、集中集中。あ、ラストか、これ。あと2球。2球？わあ、ほら、抜かされた。抜かされた。重曹ゴリだ、これは。ああ。うわ、惜しいな。やるね、4球。4球当たった。4球か。ちょっと待って、やってみようか。ちょっと200。これで3球だったらどうしよう。何言われるか。もう、二度と言わないで、ね、本当だよ。2球だったらちょっと高橋君このあの編集でね、編集でちょっとね、4枚抜いたところを合わせればいい。すごいな、どうぞやってみよう。どれ、なんだ、レインボール。すごいね、モロアウェーだな、超アウェー。おぉ、やばい、ど真ん中だ、やばい、ど真ん中行った。上にパワーも速いな。だって、真ん中端っこ立ってる。端っこで。え、いいんだよ、別にどこでも。高校球児だもんね。フレームだな。おお。全部5番いってんだから。ああ、またフレームいったな。みんなこんぐらいダメなこと。あと5球。7番。5球ぐらい。7番。ああ。2
何今打った音あ、ママもう来たおお。おお、フレームだな。トロさんに負ける？ああ、さすがに並んだか。三枚。五番ばっかりだよ。ってことはやっぱ真ん中行ってみる。僕のは当たってますよ。いや、これね、壊れてる。うん、だってもちろん5番のバッグ当たってるけど、その真ん中行ってるの。この辺で打ってるね。え、お兄ちゃんやりたい。お兄ちゃん、お兄ちゃん。あれ、くや。あれ、たかしくん回してよ、回してよ。でも肩は回した方がいいよ。本当に痛くなる。もう明日動けない。動けない。やばい、これって一緒だ。これだよ。やばいな、本当に。1枚、2枚だと恥ずかしいな。男がトップ来ても気に入らない。気に入らないな。最後一回やって、一回やる。調子に乗るね。ダメだ。ダメだ。ダメだ。これ見えない。フレームがあるんだよね。藤川球児。フレームがひどい。フレームがある。全然。フレームが結構あれなんだね。テレビでもそうじゃん。人が来たらさ、フレームがあるじゃん。おー、2枚。よかったね。1枚は抜けた。一番悔しいよ。楽には点だと思ってた。あー、ダメだね。枠なんだね。意外と当たんないんだから。むずいね。あ、ダメだ。全然ダメだ。4番続けて。やっぱ一応どこってあるよ。うん。あ、ダメだね。一枚じゃない。そろそろ疲れてくる。俺ぐらいになってる。そう。ああ、ダメだね。やばい、また。あ、ダメだ。僕の王者だとか言ってるけど。僕の王者。めんどくせえ。やばい、もう。誰か逆転しない。僕の王者だ。全然リベンジマッチで。ああ、行った行った行った。なんとか。ラスト3。5番、いけ。あー、フレームだった。残念。王者、さっきまでちょっと調子狂ってる。チャンピオン、大丈夫ですか？おいおい、チャンピオン。あれ、チャンピオン、やばいね、ちょっと。チャンピオン。チャンピオン、もう。チャンピオンは0枚じゃん。おあ、おいおい、チャンピオン。プレッシャーに弱い。まさかのチャンピオン0枚。あ、やばい。やばいぞ。おいおい、チャンピオン、頑張れよ。あれ、どうしたどうした。あれで、チャンピオン。おお、やってきた。やばい、流れに乗ってきた。全部当てた。お前。おお、3連続。おお、すげえな。やばい、ビンゴになった。じゃあこいつ調子に乗るかも。調子に乗るな。あ、当てた。5連続。5連続はまさか持ってるね。最後の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 
あの角度で上がんなきゃいけないよね。急に来るな。
お。おお。終わったな。もう一回撮っかな。じゃあラストだなこれ。あるあ。これラストにしよう。これあどうそうかそうかもね。うん。そうかも。
あ、まあ、4個戻ればいいよね。うん。またじゃあね。うん。ね、じゃあまたちょっと。またね。また楽しみにね。うん、今度はその現代まで。もうちょっと練習してこよう。YouTube に乗るよ。うん。そうだ、じゃあ第2弾だね。うん。じゃあね、手振って。ね、じゃあ。じゃあね、手振って。じゃあまた。手振って。じゃあね。ありがとうございます。また。じゃあまた。ありがとうございます。そうなんだ。ゴリラに行く。ゴリラどうしようかな。体力明日の数字はできる。今前痛めちゃったけど。うん。軽く痛いね。痛い右側が。ね、でも今日投げるのが傾斜がないからだいぶ楽だと思う。うん、ね、そのそこ斜めじゃないんだ。うん、斜めなんだ、そこだけで、普段違うもんね。すごい。あ、映っちゃうよ。あ、映ってもいいよ。撮影を禁止だよ。これはまあ生放送じゃないから、これ。